皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は宮崎市にいるプロ注目の選手、中村碧人選手を紹介していきたいと思います。宮崎商業といえば、今年の秋の宮崎県大会で優勝、九州大会まで勝ち上がるとベスト4進出を果たします。惜しくも準決勝で福岡大大濠の前に敗れますが、選抜出場を手繰り寄せる成績を残すことができました。そんな宮崎商業で中村選手は主に3番ショートでスタメン出場を果たすと、九州大会3試合で打率2割7分3厘ながら2本のホームランを放つなど4打点の活躍を見せました。これからの活躍が期待される中村選手はどんなことを常に意識してプレーしているのか迫っていきました。身長172センチ、体重75キロとバランスの取れた体格をしている中村選手。しかし、体格以上の迫力あるスイングを見せるのが中村選手の特徴の一つです。そんな中村選手の高校通算25号、そして26号のホームランの瞬間を最初にご紹介したいと思います。いかがでしょうか。特に25本目はインコース低めのストレートを見事に捉えた一発でした。そしてランニングホームランからは俊足ぶりも同時に分かったのではないでしょうか。ではここで常に中村選手がどういったことを意識しているのかお話を聞きました。タイミングとあとポイントを上手く引っ掛けないように逆方向を意識したりして取り組んでます。中でも逆方向へ打つ際は軸回転で打つことを意識されているようです。前に体重いったら力のない打球になるから、結構だからしっかり押し込みとかを強くするとか、その場で回ることを意識しています。そんな中村選手が最も参考にされているのは広島東洋カープの鈴木誠也さんだと語ります。トップの出る位置とかスイングの軌道とか、動画見たりして自分と何が違うのか、見比べながらやってます。鈴木選手と比較してヘッドが入りすぎていることを課題にしている中村選手。しかし鈴木選手と比較したことでスイング軌道を意識したことが秋の好調につながっていたようなんです。秋の大会前ぐらいのヘッドが下がっていたから、それを直すために練習の時はもう全部縦振りを意識してやってました。肩口からもこもり出す意識、練習の時の意識がそうです。で、試合になるとちょうどいい感じになると思います。これができたことで逆方向にもホームラン性の強い打球が飛ぶようになったそうです。これを踏まえた上で改めてホームランを見直してみましょう。中村選手を中心に勝利を目指す宮崎商業、ここで注目の選手を紹介したいと思います。まず紹介したいのがチームを支えるエース日高投手です。130キロ後半の制球力の高いストレート、さらにスライダーなどで相手打者を打ち取っていきます。下半身をきっちり使ったフォームから安定したボールを投げ込む技巧派投手です。安定感のある投球が光る日高投手ですが、どういったことを意識すれば常に安定したパフォーマンスを発揮できるのか、そのポイントを日高投手に聞いてみました。体のバランスでしっかり体重を乗せて指先に伝えるっていうのを意識しています。腰を上げた時にぐらついてバランス崩れたら球もいかないと思うので、しっかり止めてそこからスムーズに出せるように意識しています。続いて紹介したいのが投打でチームを支える西原選手です。橋口監督も太鼓判を押す
130キロ後半の伸びのあるボールが持ち味のピッチャーです。打っては高校通算14本塁打をマークする強打者、逆方向にも痛烈な打球を飛ばせる広角なバッティングも光ります。中村主将、エース日高投手とともにチームを支えるキーマンである西原選手ですが、投打ともに普段からどういったことを意識されているのか本人にお話を聞きました。通算26本塁打のスラッガーとしてだけではなく、主将としてもチームを牽引する中村選手。新チームスタート時は目の前の試合に一つ一つ集中して臨んでいったとのこと。そんな宮崎商業は初戦から富島、決勝では延岡学園と対戦するなど厳しい試合ばかりでした。準決勝決勝で先制されて、それでもチームの中では諦めないという気持ちで取り組んだ結果が、まず逆転勝利という形でできたのかなと思います。しかし、チームにとっては準決勝宮崎日大戦がポイントだったと感じているようです。序盤6点取られて、5回終わってからのミーティングで先生が自分たちに勝つ入れてくれて、そこからスリーランホームラン出て、9回裏まで6-5で負けてて、ツーアウトから代打の柳田やつがヒットで出て、そこから渡辺がランナー返してくれて、で延長戦になって逆転の場面で渡辺がサヨナラホームランを打ってくる。九州大会では4強まで勝ち進みましたが、改めて課題が明確になったようです。少しベスト4に入って、気持ちに余裕が持ってたのかなと思って、気持ち的にちょっと安心してしまって、準決勝そこまで実力差は変わらなかったけど、チャンスメイクっていう部分でもできてなかったし、一番の課題っていうのはバッティングかなと思います。3月19日から開幕する第93回選抜高等学校野球大会の出場が決まった宮崎商業。最後に意気込みを語ってもらいました。自分の課題として体重を増やすというので、キレを増すというのがあるので、しっかり筋肉をつけて、球も射距の10を超える球をしっかり投げていけるようにして、キレっていう部分でもしっかり変化球を磨いていけるようにしていきます。チームが一団となって一戦一戦相手を圧倒できて、守備からのリズムを作ってチャンスをつなげて勝てるっていう野球をしたいと思います。守備からリズムをつけて攻撃に繋げていけるチームをこれからもうやっぱ目指していって、やっぱりもっと守備の部分でも打撃の部分でも成長していきたいなと思います。宮崎商業の皆さん、今回はありがとうございました。高校野球 .com では注目選手のインタビューを随時配信中です。概要欄に URL を記載しているので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。